一橋って学部って何個あるんですか？学部は4つですね。商学部、経済学部、法学部、社会学部です。ヨーロッパとかアメリカに留学する人は OB 会の組織から月8万円ぐらいもらえたりとかします。次、そのサークルとか部活動みたいなこと聞いていきたいんですけど、はい、まあ、サークル部活ってなんか盛んですか、内部生から見て。そうですね、まあ、印象としては体育会系はやっぱり盛んかなとは思いますね、うんうん、文化系はまあ結構その部活とかサークルに寄ったりっていう形ではあると思います、うんうんうん。なんかサークルってどういうところが多いんですか？なんか、種類とかって結構あるんですかね？そうですね、まあ、音楽系とかも結構ありますし、あと私は所属しているのが国際部っていうところなんですけど、うんうん、そこはディベートとかディスカッションとかができるところで、うんうんうん、まあ複数種類があるところ多いと思います、うんうんうん、もちろん遊ぼうと思えば遊べるし、真面目にやろうと思えば真面目にやれるみたいな感じなの、それともなんか全部真面目なサークルみたいな感じですか？あ、全然遊ぼうと思えば遊べると思いますはい、はい、体育会系とかはもちろん部活の時はちゃんと練習してるんですけど、うん、遊びの時はその反面というか結構はっちゃけてる印象はあります、ね、なるほど。あ、でなんか実際なんかなんだろう、そのはっちゃけてるサークルって青学系を早稲田とかがなんかニュースになったりとかする時があるじゃないですか。そうですね、はい、一橋もは私はそんなんじゃないってなるのか、それともなんか実際大学生ってみんなそんなもんだから一橋も実際どっか最寄りの駅で倒れてますよみたいなのってあったりします？まあ、倒れるまではいかないとは思うんですけど、うん、ニュースにはならないんじゃないですかね。そこまで騒ぐことはないと思う。あ、なるほど。やっぱなんか私立見てたらうわっと思うって感じですかね多少は、まあ、じゃあそうですね、ちゃんと落ち着いてしっかりしてるってことで、それ素晴らしいですねで次はそのサークル活動とか部活においてなんか一つ橋人数少ないですけど出会いはあるんですか？そういった面で言うと、うん、結構その一橋とあとすごい近い津田塾大学っていう私立の女子大があるので、そこのいわゆるインカレっていうんですかね、うん、が多いかなとは思うんですけど、他にも多分外大とか、うん、あとミサリとかですかね、その近辺の大学とのインカレはあります、うんうんうん、あ、なるほどですね。なんか今の感じと男から見て女の子の出会いはあるみたいな、それこそ津田塾だったり女子大じゃないですか。そうですね、なんでそれはあるのかなと思うんですけど、女の子から見てどうなんですか？そうですね、なんかインカレ自体は多いんですけど、あんまりそのインカレの中で一橋の男子と女子が、あ、他大の女子が付き合うみたいなのは正直あんまり聞いたことがなくて、うんうんうん、昔はあったかもしれないですけど最近は少ないかなと思ってます。で、一橋の女子に関しては他大の人と、まあ、東大とか早慶とかが多かったりもしますし、でも学内でも全然います。ああ、そうなんですね。結構じゃあ多大に、まあ、手を伸ばすというか進出してるんですか？それは早慶のインカレとかに入ってってことですか？まあ、バイトとか、あと多分高校とかのつながりが結構確かに多いんじゃないかなっていう気はしますね、うんうんうん、確かにその国公立行くってなったらね、なんか話聞いたのは馬先とか、馬先ね、バイト先ねはいはいはい、まあ、聞きましたね。はいはいはい、なるほど。恋愛しづらいみたいな環境では特にないですか？そうですね、うん、そこら辺もないとは思います、うんうんうん、ありがとうございます。で、じゃあラスト、就職活動について聞いていきたいんですけど、はい、まあ言わずもがなだとは思うんですけど、就職実績って先輩とか見てていいなと思います？そうですね、すごいなっていうふうに思ってます。なるほど。なんか実際どういうところに行く人が多いとかありますか？まあ今の感じだとコンサルがやっぱり一番多いんじゃないかなと思いますね、あとはそれこそ体育会系の子だと商社とかが多いんですかね。あとメーカーとかも意外と、うんうんうん、なんか、うん、なんだろうな、知らないそれどこってなる企業も全然ないって感じですか？なんか就職実績聞いて、うん、まあ、私がまだそんなに情報を集められてないのかもしれないんですけど、すごい大手に行く人もいますし、逆に中規模ぐらいの企業でもいますね、はい、外資系とかもあります、うんうんうん、はい、そんな感じ。なるほどですね。いや、なんかその先輩とかの話を聞いた感じ、なんか一橋だからこそなんか就活有利に進んでるなとかっていう話って聞いたりします？一橋ブランドみたいな、うん、正直私はあんまりまだブランドは感じてないかなと思います、うん、結構外から見るとやっぱりランキングとかもある印象もあると思うんですけど、うんうんうん、就活すごい、うん、まあ難なくというか、はい、
やってる、こなしてるっていうイメージがあるかもしれないんですけど、まあ正直私がお会いした先輩の人はみんなやっぱり大変っていう、苦戦してるっていうのはありますね。なるほどね。まあでもどうなんですかね、ちょっと場所の中で大変ってこっちからしたら 楽そうなイメージ大変ってどのレベルで大変なんですか。なんかまあ例えば6月まで内定持ってないとか。あ、そうですね、そういう話とか、まあ、あと夏過ぎても内定まだ持ってないとか。そうですね。あ、それいるんですか。実際いたりもしますね。例えば就活がうまくいかなかったから、うん、もう1年延ばしたとかありますね。だからまあその一橋製ブランドとか一橋製だからみたいなところはやっぱりないかなっていう、うん、私の印象ではあんまりないかなって気はしてます。確かにその商社とか行くってなったら、なんだろうな、周りの人も学生のレベルが高いんで、一橋に行っているレベルかつ頑張んないときついっていう。そうですね。なるほどですね。一橋特有のイベントがなんか学校で開催されてるとかあるのかな。例えばなんちゃら就活セミナーとか。あー、結構多いですね、うん、あの OB OG との就活の相談会だったりとか、OB OG会とかはやっぱ多いなっていうふうに思いますね。学内で掲示されてるのも多いですし、メールで結構回ってくるので、そういったイベントに参加する学生も多いと思います。なるほど。じゃあなんか人数少なくて歴史があるからこそ縦のつながりも強いみたいな感じですか。そうですね、結構強いっていう感じがします。何も言うことない一橋はなんか就活とかでそれこそ経験してなんか気になることありますか。大学からのサポートとかってありますか。キャリアサポートセンターみたいな。あ、そういうのもあります。キャリアサポートセンターあります。ただどうなんですかね、そういうのを利用するのもあると思うんですけど、結構やっぱさっきおっしゃってたんですけど、先輩と後輩のつながりが強いですし、まあ、人数が少ない分友達の友達はもう全員友達っていう環境なので、そういうところをうまく活用してるんじゃないかなって気がしてます。なるほど、ありがとうございます。まあ一つ橋は悪いとかないっす、個人的には、まあ、入るのがむずいんでまあ入ったらまあその恩恵を受けましょうって感じですねはい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、ということで今日は一橋大学についてお聞きしてきました。ありがとうございました。ありがとうございました。就活がうまくいかなかったから、うん、もう1年延ばしたとかありますね。だからまあその一橋製ブランドとか一橋製だからみたいなところはやっぱりないかなっていう、私の印象ではあんまりないかなって気はします。